じゃあ、あのね、最後にもう本当に時間もしてるっていうか、まあ、かわいそうだから、みんな一言ずつ、もし感想ある人は、簡潔にポンポン、ポンポンと感想ですよ。何か質問じゃなくて。ちょっと先をね。ちょっと時間も時間なんで、自己紹介も、もう、短時間で、じゃあ、もう、あの人、言いたい人でいいです。全員だって、言いたい、言いたいと思ってやりましたよ。言いたくない、とか言えない人もいるんで。はい、はい、感想です。まあ、長時間お疲れ様でした。うん、まあ、なんていうのかな、田田さんが、まあ、そっちの創価学会で、まあ、信じてやっていかれるのは、まあ、いっちゃいますかと、うん、感じですよ。うん、で、まあね、僕がもし本当にその何もわからないこの無のものだとしたらですよ、その田田さんの多分その説明では、多分誰も釈服できないと思う。うん、難しすぎる。不正なこと言う。難しい。でも先週目学校。もうちょっとこう誰にでも分かりやすいように言ってあげることがある意味一つは慈悲だと思いますね。はい、以上です。はい、あと連絡先さんどうしてるか。あ、今でもいいや。今、まあでも時間もったいない。あとは、はい。感想した。パン。パンパン。じゃあ、はい。はい。分かったことは。はい。創価学会の本尊が誰がこれで決めるかっていうことさえ分かっていなかった、うん、ということです、うん、以上。そこがもう急所ですね。はい、はい、次。まあ、お疲れ様でした。はい、まあ、僕も3年前にね、学会辞めたんですけども、うん、まあ、ある程度やっぱり論がね、いろいろ細かいところで分かってると思うんですけど、本質として僕はそのやっぱ学会に行ってね、実際体制に行ってみて、体制師とその学会の普段言ってるその創価新報とかでね、言ってる内容とかを信じてきた人間なんだけども、うん、やっぱりそれあなたの言ってることとすごいギャップがありますね、うん、あなたのその言ってるところだけは、うん、ただやっぱり実際ね、うん、お山行って正しいなっていうかね、私は自分の目で見てきてるんだけど、うん、あなたがいくらその理論的にガーって言ってもね、やっぱり階段の大本音様ですよ。それはね、今の学会の組織にいて、うん、僕はやっぱおかしいなと思いますよ。そういう意味やったりとか、そんなことご主人ないもん。なくせがたおなんて、主観なんで、まあそういう。はい、いや、主観、うん、はい、まあ、そういうことなんで、はい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 、どうも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 、学会の本尊、明け消してますけど、あれは本尊の一部じゃないという認識です。なぜ消したんですか。いや、消したというか、あれ、ご本尊を、取ってそれを後で消したっていうことですね。脇書きのところを除いてお語りにしたっていうことですね。どうしようね。それはそのまんま問われないんですか。いや、それは私当事者ではないんで分かりませんけど、都合が悪いからですよ。そうですね。うん、まあ、その重学級は消したいのは認めるんですね。あ、消したい。それはね、それはサウスキーの一課長のロンズと一緒ですから。そのときに提唱者から多分それは原理的には、あとはホスからの許可がなかったと思います。それって都合が悪いからじゃないんですか。そうですよ。今のね、学会の、うん、方にです、うん、個人名が入っちゃったからやめてびっくりしますよ。あ、そう。そう。人によってはね、利休に関係ないからって言ってるんですよ。いや、本当利休に関係ないから。そのまま出せばいい。お前も消すことなかったですかね。関係ないから。取ってもいいや。まあ、そうだよね。取ってもいいとか。でも取る理由は、あなたはわからない。今はっきり言ったけど、取る理由は当事者じゃないからわからない。わからないけど、これを世間みんなが知ってますって。だって早々期カフしてた。いいじゃん。日照商にも OK って言ったの。日照商にも OK って言ったの。消したこと自体は問題なくて、そうするとホスが言ってるか言ってないかだけでしょ。そういうことですね。はい。だからホス信じない人はいる。はい、次、感想を。はい。はい、お名前と申しますか。はい、やっぱり日蓮宗師の場合は非常に明確でパンパンとこう出てくるんですけど、やっぱ今日のお聞きしてて、結局結論としては新人によるんだというふうに、うん、多分言われたんだと思うんですけども、 それだとやっぱ迷っちゃうと思うんですけど、新人の定義っていう話になっちゃうんで、みんなこれが正しい、これが正しい新人だっていう人出てくるんで、やっぱ本当に迷っちゃう。だからやっぱり一番正しいものであるから迷っちゃいけないで、やはり改善というところがやっぱり必要になってくるということで、招集の新人やっててよかったなっていうのが今日の結論でしたですけど、一つはちょっと簡単に思うけど、三大技法への新人っていう趣旨なんだね、私、うん、はい、そういうことです。はい、はい、次にもしあればパンパンと、
はい。なんで調教を消しちゃったのか。ああ、調教もね。はい。受領本の意義は含まれているというふうに大将も言われているから自家げでいいと思います、うん、はい、そういうあのそれその時原因だと私がすると池田名誉会長さんがですねあの権御朝一遍のお題目でもいいんですって言っちゃったからなんですね、はっきり言って。いや、でその違う違う、あなた本当嘘が多い。いや嘘じゃない、私は本部幹部会、その後に違うよ、その後に池田先生が本部会でどう言ったかっていうと、もうちょっと待ってねって言ったわけですよ。ほうね、情報があるところ、いや、それは現実として残ってる、それは現実として残ってる、本館で池田名誉会長が、大門が一遍でいいんですって、一遍でいいんですの後に、本業長いだろう、もうちょっと待ってねって言ったんだよ、私が決めるからってことじゃん。あるのね、いや、そうですよ、どっちもね、自学のこのね、異形やってるんですから。何を異形の異形をやるんですか、なんだっけ、SHN って言うんだっけ、あのからかうのがいいけど、ね、本来の情報の中継会社、SHN、そこの中にちゃんと残ってるんだよ、っぽどね、残ってるんだって。はい、はい、じゃあ、みちゃんもすいません、感想、はい、どうぞ、どうぞ、私は、平成中民の人の人が一番大事なことだと思って、あ、やっぱり中国、それを否定されます、うん、はい、そうですね、びっくりですよね。あとはいいですか、伊沢君。質問でいいですかね。質問しちゃうとまた、ね、いや今度時間、あ、じゃあ先ほどでもズバッと一言、じゃあ先ほど恩義句伝の話をしてたんですけど、はい、なんであれの英文訳がないのかっていうのが不思議で、前もなんか難しいなんかこう、それを聞いてもなそれは同情しちゃうよ俺も。なんだろう、海外信徒に嘘を言おうとしてるのかなと思って、なんか海外信徒に対して必要じゃないものはこう、あ、なるべくしてね、なるべくやってようかなと。いや、そうじゃないんじゃないですかね、多分これはあくまでも推測でしか言えないけど、あの難しいから英語にすると、うん、あのね、単語ってすんごい難しいのをいろいろ単語してますけどね、あれだけがないんですよ。いや、あれはあと日光を追いかい、ゆいかい、ご気分とか、その辺がないんですよね。あと本人名称も確か調べたけどなかった。あれ、あ、そう、ないかな、あの英語版って5章に。あの中身が2章、大章にっていうのが2巻出てるじゃないですか。2巻というか、1冊の本でも出てる。ですね、ボリューム1とボリューム2が出てて。あ、そう。それいつくら調べてもそこだけがないんですよ。あ、ちょっと今度一緒。でもいい質問で、今後ね、おそらく間違いなくですよ。自分たちの信仰姿勢に具合の悪い御所はもう載せなくなってきますよ。あとまさにあの検証会と同じ方向に行くんですよ。あと議所とか言い出してね、議所は層によって自由ってあるじゃないですか。あのね、本当好き勝手言ってるね、本当に。でもね、さっきほら中田さんは三大秘宝一応書いたのを本当信じる立場じゃん。でもネットの今先端どころか相当人間はね、もう階段の温度を否定する側に回ってるから、そしてその連中はまさに今大商人の具合悪い御所はみんなギショギショギショってギショギショって吠えてるよね。だから当然これがね試金石になってるんですよ。でトータルの軸足をなるべくそっちへ持っていこうと、そうしないとだって自分たちの方法がやっぱり富士大石師の保安堂にいるっていうのは具合悪いもん。いや全然そこ低くない、まあ、いいです。あと、いい？はい、はい、私はですね、あのほとんど創価学会には私自身はあまり縁はしてないので、周りにもいないので、まあ、聞いてはあのもともと創価学会から脱走してですけれども、私の場合はあのほとんど周りにも友人にもいないので、まあ、話でしか聞いたことはほとんどなくて、で今回生学会員を結構初めてだった。生ものです。生ものです。レアですよ。結構レア系ですよ、彼は。ある意味。あの学会員の中でも珍しいですよ。まあ、ある意味。でもやっぱりあの普通にあのこの二千章書にね関わってない人たちから
もしこの討論を聞いたら、やっぱりちょっと言ってることが難しすぎて、ただあのその確信をね、そのごまかすので、知らない人からすればやっぱり惑わされて、ただ最初の本当の定義がどこにあったんだろうということで、で忘れてしまって、なんとなく何でしたっけということが正しいのかなっていうところに流されていくかなっていう思いはありました。感じました。それはあれですよ、ごまかしてるってことですよ。でもっていう感覚です。いや、私の中ではね、そうですね、ごまかし方上手ですよ。戻ろうとしてるのに途中に口入れ、全部関連してる話でこう戻ってくれる途中ででね、この人分かってるんですよ、それ多分分かってる。確かにその、でもそのごまかすから余計にそういう風になるんだと思うんですね。まあ、ただそう、あの純粋にその今回聞いて、そうすると学会の人たちはその大聖人様の御所を純粋に信じてそれを捉えてれば、それで何でもありじゃないけど、そういうことで言ってるんであれば、この全く関係ない人たちが大聖人様の御所を開いてすごく感銘して、この御所は素晴らしいと思ったら、もうそこで宗派はできても何も問題ないってことですよね。あ、宗派ができてっていうか、それはだから釈迦をするっていうことですね、その人を。でもそれは関連してそこでルールが出てしまっても、それは大聖人様の御所を根本にいてるから、あ、別の団体です。そこで立ち上がったとしても、それは認めるってことですね。いや、だから全てが同じだったら同じ団体になるでしょ、それ。そしたらみんなだって考え方が違うのに、それでどこでそうやってあのまとまっていくんですか。だから保つ信仰が一緒であるわ。要するにそう今言われてることっていうのは、あの、いや、どの団体にでも起こりうることですよね。だからこそその根本が必要なのにもかかわらず、根本なものはとりあえず置いといて、自分たちの信心さえあれば、ご本尊様もその結局私たちはそれは偽だと思うものも、それは偽ではないって、そこにちゃんとあの大聖人様の結脈が入ってるってことを言ってるんですよね。もう池田大作さんがもうその日蓮大聖人と直結してるってことを言ってるんですよね。あ、まあ会員みんなね。ですよね。それはどうやって証明するんですか。いや、だから三世を説いてるし、だから国営の儀式にいたってどうやって証明するんですかっていうことになるので、だからそれは その歴代会長の振る舞いしかないわけですよ。その振る舞いが誰が判定するのよってことですよ。それは思い込むのは重大ですか。それは首相が決めるしかない。でそれを気にしたなって思うところは首相が決めるのは分かりました。意味違うので、それね、唯十一人っていう、逆に言うとですよ、唯十一人ってとんでもですよ。だってあの人も絶対間違いないっていうことでしょ。それって学会の人たちよく言いますよね。そしたら池田さん、池田さんも考え、あ、まあ、絶対間違いないって学会の人たちは思ってるじゃないですか。人間なんで、あれですよ。え、今年として上がんでませんでした。いや、上がんでない。何秒掘りに今日日米のご本尊に乗ってるわけだから。だって証人がいるじゃん。仏として仰されたような人たちもいるわけですよ。いや、それだから感じないからね。仮に本当にそうだったとしたら、仏として崇めなさいっていう指導があったんだったら、それは間違いです。で、先生もそんなことを肯定はしてる。だって教学試験のな、教学試験のところに公式文書にちゃんとあるんだぞ。これあるんだ。あるんだ。埼玉法論でそのとこちゃんと文書が出てんじゃん。あれは公式文書ですよ、大学連携。だから、それを、例えばそういう教学、あの時原島とかも当然教学室にいたんじゃないの。要するに、学会の中で、先生、それを優秀回答、優秀答案っていうやつ。そうそう。で、そういう、こう、混乱があったっていうのは事実ですよ、多分。それを優秀回答にしちゃうみたいな、それがってみたいな。ただ大事なところ、宗門と学会にとっても大事なところは、その当時は問題になってなかったのに、なんで52年のあの時問題になったのっていうことなんです、僕らが言うのはね。まあその辺は学問の言い分はやっぱり一にありますよ。だから彼の立場は、普通に池田さんは尊敬するべき指導者だけど、仏としては仰ぐべきでもないし、自分は仰いでいないと。仰ぐということですね。師匠っていうです、ね。師匠がもし間違ってたら、それはちゃんと認めるんですか。自分で間違ってたら、間違ってないなっていうことは認められるんですか。誰が間違ってた。池田さんが。先生が間違ってたら、はい、